今石狩新港東砂上げ場に来ております。ホッケはこちら、なかなかいい方のホッケですね。ちょっと砂まみれになっちゃいましたけど、マグロをつけると食いが非常にいいです。こんな感じです。あ、どうぞ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 、ご自由に。何言ってたんですか？今お玉焼きするけどね、はい、カエルになる時に、はい、パンやってんだけど、パンね、はい、パン飽きちゃうのさ。あ、そうなんですか。それでカエルにやってんの。あ、カエルの餌に、うん、あ、そうですか、うん、あ、初めて知りました。どこでもお役使ってるし、いや、もう買ってやるのもね、はい、なんかパンが臭いしね。畑の横にね、はい、なんだ。あ、そうなんですね。もう千匹以上産んでるんじゃないかな。へぇ、ウグイってカエルの餌になるんですね。それはウグイもお役に立てて。今何釣ってんの？今ホッケですかね。ホッケ来てんの？ホッケ来てますよ。これホッケなんで。これホッケですよ。あ、ほんとだ。はい。ウグイと思ってた。あー、まあウグイも混じってますね。はい、ありがとうございます。このようにホッケが暴れているときは足で押さえながら、まずさっきのカッターでこうガッと神経締めエラから入れて、でここに神経があるので、まあここめがけてグッグッグッとやるとおとなしくなります。でおとなしくなった後に、この100円の針外し、ダイソーですね、これでこう針を外してくるんですね。今釣れたエビを結構丸飲みしてたんで大変でしたということです。針外しに関してはもう適当になんかどっか引っ掛けてグッグッグッと引っ張るぐらいで、押したり引いたりで、まあ、適当にやれば取れます。逆でもいいですよ。こっちからこっちにかけて。こんな感じで餌を、マグロとエビの合格して、シャポンをします。で、グッグッグッ。これ、手前はこう足で押さえるといいです。ここグッグッグッと。ここをめがけて、ここをめがけて、グッグッグッと差し込みます。で、まあ、このサイズだったら別にいいんですけど、もうちょっとでかいサイズだったら、ここの尻尾、ここにもこう一発、グッと。今日は足が速いんで、なるべく、まあ、生きてるうちにやるのがベストですね。まあ、ただ爆釣中でこう忙しいのであれば、まあやむを得ないって感じですね。刺身にしたいなら、まあ暴れてるうちに、あの血抜きをした方がいいかと思います。まあ、そんな感じでやってみてください。走ってる走ってる走ってる、いいよ。
こちらは今日の釣果、4匹ですね。ホッケ、いやーもうプリプリで、もうこいつなんて特にもう腹パンですね。いい感じですね。長さは32センチですね。もうだいたい均一で32センチですね。まあいい感じですね。はい。じゃあこっから解体ショーしていきます。そして調理して食べちゃいます。今、ホッケを解体しました。ちょっとグロいですけど、中身。胃袋の中は数の子ですね。数の子を、やっぱりニシンの卵ですか。これを食べに来ましたね。あとなぜか、ハゼちゃんが、ハゼちゃんの赤ちゃんを丸飲みしてますね。恐ろしいですね。他のホッケの胃袋です。食べてるのは、あれですね、オキアミですね。ニシンの卵、数の子は食べてないですね。こちらのヒノキのまな板を買いました。ニトリで3000円ぐらいだったかな。結構分厚くて重いやつ買ったんですけど、すごくいいですね。切りやすいし、重いし。まあ、匂いもほのかにいいし。そしてこっちがホッケですね。今、内臓取って解体したんで、中身を洗っていきます。はい、三枚おろしです。三枚おろし。はい、ホッケの刺身と、ホッケのバター醤油軽く炒めが完成しました。超簡単ですよ。バターと醤油混ぜて、炒めたっていうか、軽く焼いただけです。はい、こうやって、わさびをつけてですね、ホッケの刺身は珍しいですよ。釣り人の特権ですね。で、こう、シューンと。こんなもんでいいかな。はい。ということで、美味しそうにできました。美味しいでしょう。ちょっと食べちゃうかな。うまい。という感じです。本当にうまい。なんだろう。アニサキスもチェックしてくださいね。ちゃんとこの光に当てて、そのレントゲンのようにアニサキスがいないかどうかもチェックしてください。とりあえず今回はいなかったです、一匹も。去年もね、400匹ぐらい釣ったけど、アニサキスは一匹もいませんでした。ちょっとつまんで申し訳ない。うんま。ほっこほく。ぜひおすすめです。刺身でーす。じゃあ刺身を食べてみましょう。いただきます。うまい。このビールも見てくださいよ。絶対うまいでしょ。ホッケうまい。そしてこのバター醤油焼きですね、ホッケの。うまい。うまい。最高ですね。ぜひぜひ魚にはビール飲むといいです。ご覧いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録ももしよければよろしくお願いします。